読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発メルセ西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかというのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。真ん中打ちました。見事なダイビング。バッターは2番に入っている坂本。メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。スライダーできました。3球目は何で来るか。インコース詰まりました。打席には3番バッター片岡。ツーアウトになっています。この回のメルセデス4球でツーアウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだと思います。はい、そうですよね。内へのボール外れました。ボール先行です。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンド、バッターは亀井。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。バッターボックスには指名打者の柳田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。日産、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。インサイド弾き返した打球は左中間へ。バッターボックスには3番坂本。ツーアウトになっています。初球打ち、バッターボックス丸。ヒットでランナーを一塁に置いています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。これが2球目。ランナー動いてきませんね。これが3球目。引っ張った。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは4番山川。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で打ちました。バッターは5番丸。メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。初球打ち、バッターは DH 中田。ツーアウトになっています。この回のメルセデス2球でアウト。あっという間に2アウトです。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思うんですよ。はい、そうですよね。インコース詰まりました。2回の裏になります。ジャイアンツの攻撃、打席には5番バッター吉田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあ、まずは先頭バッターをインサイド打った。打席には6番バッター浅村。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。改めてお聞きしますが、この浅村どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、センターへ。バッターは7番に入っている中村。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。ふわふわっと上がった。バッターボックス中田。ツーアウトになっています。まず何を投げてくるか。振り遅れてますね。ワンストライクです。よく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは走りにくいでしょうね。そうですね。
成功カウント。落ちる球を持ってきました。フルカウントです。さあこれで決まるのか。一二塁間、3回に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは鈴木。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。まずは見送ります。ワンボール。さあ2球目は何か。もう1回持ってきました。ボールになります。打者の内角をえぐるような投球でした。ボールです。これで3ボール。インコース高めのストライク。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。三塁線。さあそしてバッターボックスには城島が入ります。怖いバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたがピンチは続きます。踏ん張りどころですからね。ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。インサイド打った。そして打席には浅村が入っています。怖いバッターが続きますね。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残る。バッターボックスには代打の松田。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね。打ち上げました。